井口の僕を呼んでおくれとぴったり揃わなかったところで、はい、始まりました、はい、今回はで今回のテーマはですね、80s ということなんですけど、はい、若者 80s ということで、はい、80年特集を、はい、お送りしたいと思います。はい、では恒例のカウントダウンと早速今週の第3位なんですけども、はい、はい、じゃーん、CCB クソキス、クソキス、ココナッツボーイズ、ココナッツボーイズね、これもまあ僕もことあることで最近紹介してますけどね、そうですね、角恭平先生ということで、はい、曲調アレンジともですね、そうですね、このメンバーの雰囲気、服装ね、これもう80年の産物という感じですね。そうですね、もう二度とやってこないって感じで、ただし今聴いてもこれはかなり受けがいい曲、そうですね、曲自体はね現代に通用する80年代 80s の名曲ということで、ね、はい、続いて第2位、第2位、じゃーん、スターボ、スターボ、はい、ハートアートブレイク太陽族、すごい曲来ましたね。これはすごいですね。これも一応まあ細野さん仕事ですね、ええ、細野さんのまあこれテクノというかもうニューウェーブですね、はい、設定があの全員宇宙人かなんかって言って、ね、やってましたね、はい、で2曲目から3曲目かなんかでいきなり普通にも戻ってましたけどね、一句祭とかやはりまあ歌謡曲というか、そうですね、 ATS かなという感じですね、いうところですね、ええ、はい、じゃあそろそろ今週の注目曲に行きたいと思うんですけども、うん、もう来るんじゃねえかな、どうでしょうか、お、あ、来ましたね、そんな、な、なほな、早速じゃあ見てみましょう、なほな、お、あ、これです、なんと、はい、東京涙クラブのリフラ、素晴らしい、すごいですね、これはすごいジュラルに入ってくるだから、はい、ユキ、サム、チャッピー、ヤッコですね、このサムさんはこれ安室ちゃんの今旦那と TRF のこれ実はサムがいてたと、はい、この曲も今ね聴いていただいたら分かると思いますけども、ワムのワムの、ウキウキウェイクミーアップ、そのまんまです、そのまんまです、先生ってことね、さすがもう 80s のですね、はい、おさんくささ丸出しと、そうですね、真骨頂ですね、はい、注目曲漏れまして、はい、待望の待望の第1位、でこの第1位はじゃーん、フラレ気分で6分でトムキャット、さすが世界歌謡祭グランプリ受賞曲、これですね、これが噂のトム、トムさん、トムさんですね、はい、もうあのトムさんがね一時男じゃないかっていう噂がございましたけど、ね、はい、メダルが見えてへん、そうですね、うん、もう本当にちっちゃいですからね、これさすが1位ということで、ダサダサです、もうねあの80年代のですねあのところをもうすべて全て、あの入れてありますんで、例えば打ち消したというか打ち消したというかね、はい、というわけでお送りしました、はい、80s 歌謡特集、はい、ね、すっかり私も目が疲れましたけど、あ、まあ約10年前ちょっと前ですけど ねあのいい感じですけども、あと違いますね、そうですね、信じられない世界やったんやなと、はい、まだ 80s も、ね、紹介したい曲いろいろあるんですけど、たくさんありますね、その他またブランカーのぜひプレイします、はい、ぜひよろしく、よろしくと、はい、それではバイビー、キュー。